使ってください。なんでですか？現在なんで？あのもう数えで100歳になっています。それで、はい、また。何かこの100歳で。沖縄の人が無意識的にこう張っているこの線みたいなのがあるわけ。ちょっとした対抗心っていうか、もううちなはうちな、泣いちゃうは泣いちゃうみたいな、こうわけでさ、ちょっとした差別用語だよね。沖縄の人が見たら懐かしさもちょっと感じるところあるけど、でも泣いちゃう人が見たら5億円だけど、これで5億円？うん、しまいって怒る。歩け30億くらいある。言っていい、一番、本当に一番感じるのは観光地ってこと。沖縄が、それが差別ってこと？なんで？ここどこの仕事かとしてる、誰の仕事？なんで？なんで？ここ全権委任任されてんだよ、ここの権限。任されてない。任されてるっつってるからか、こら。境界線は向こう。だからこっちじゃないよ。境界線は向こう。分かってないな、お前は。ゴミどもが。